こんにちは、朝5時です。いいお天気になりそうです。気温は24度あります。アガパンサスのオオカマキリ、今朝はいました。朝から暑いですね。今日も猛暑日になりそうです。ボタンクサギに花グモがいました。花は傷んでいます。カノコユリブラックビューティーは綺麗な花を咲かせています。5時半です。クジラのような雲が出ています。タイタンビカスピーチホワイト、ずいぶん花数が増えました。葉っぱの上にいたのはアシナガバエだと思います。とても小さなハエです。タイタンビカスブライトレッド、これも急にたくさん咲いてきましたね。50個以上は咲いていると思います。タイタンビカスローズ、今年はあまり背が高くなっていませんが、花は大きいです。全体的な感じはこんな風ですね。スモークツリーグレース、新しい花が咲くので、注目していきたいと思います。源平下野は刈り込んで、返り咲きしてますね。くす玉咲き水芙蓉、去年はちょっと失敗したんですが、今年はうまく咲きそうです。今日は控えめな感じでトンボが来ています。まだそこまで暑くないので、オベリスク姿勢はしてませんね。シミャクが綺麗です。クリナムの葉っぱにオオカマキリ、これは新顔ですね。綺麗なカマキリです。クレオメの花が咲きました。音もなく白キジニャンコが登場しましたね。全く逃げる様子はありません。ネズミを捕まえてください。ヘメロカリスフランツハルツです。カマキリも暑くなりすぎると日陰に隠れるようですね。ヘメロカリス水仙、だいぶ開いてきました。娘盛りの方も開いてきましたね。娘盛りそっくりですが、コーラルドーンです。ボタンクサギです。猛暑のせいでしょうか、もともとそういう花なんでしょうか。花の命が短いですね。カノコユリブラックビューティーは、さっきよりも綺麗に咲いています。9時になりました。日差しが強いです。気温は33度になってますね。タイタンビカスブライトレッドです。空が青いです。ローズですね。すでにクレオメの花は暑さでやられました。アガパンサスには今日もクマバチが来ています。お腹の方が見えるのは珍しいかと思います。シンフォリカルポスにハラビロカマキリ、私は胴体視力はいいので、動いてくれれば見つけられます。パンパスグラスの少量バッター、なんか様子が変ですね。脱皮しています。脱皮の最中です。綺麗な羽がありますね。ということは羽化してるんですね。羽を動かしています。多分大きさからメスだと思います。アガパンサスチェリーミルクです。これはあんまり花がついていません。夕すげにヤハズハエトリのメスがいたんですが、花グモを捕まえたようです。ヘメロカリス娘盛り、綺麗に開きました。コーラルドーンも大きな花を咲かせました。ボタンクサギはあっという間に傷んでしまったので、つぼみに期待しています。ブラックビューティーは綺麗ですね。ヘメロカリス水仙も綺麗に咲きました。もう一度少量バッタを見に行きました。どうやら羽化は成功したようですね。去年のオオカマキリに続いて羽化が見られてラッキーです。丸尾です。昨日よりも暑くなるというので、今日もゴロゴロして過ごします。今日はこの辺でバイバイにゃん。